やばい。こんばんは、ヤッホー。なんか今500日たあとちょっと今日か、今日で達成なんですけどさ、なんか胃が、胃の調子悪くて痛い。痛い、もうどうしよう。こんばんは、胃が痛い。痛い、めっちゃ。なんかもう尋常、もうなんだこれはっていうぐらい、なんかめっちゃ押されてる胃が。あーやばい。かわいくて美人で最高、ありがとう。かわいく発見ありがとう。こんばんちゃんです。こんばんは。いや泣いてない。泣いてないんだよね。今日もね、15分配信しないといけないんですけど、500日ありがとうございます皆さんね、いつもありがとう。めっちゃ今胃が割れてる、なんでだろうね。今めっちゃ痛い、もう笑えないぐらい痛い。痛い、ちちちち、なんでですかね。ね、落ち着かない。変なもの食べてないんだよ。いや飲みすぎもしてない。え、痛い、マジで痛い、本当に笑えないこれは。ね、あれっちね、今日のためにね、いろいろと準備してたんだけど、配信準備。いやもうなんか笑顔で終わらない、痛い。ありがとう500日。緊張してないんだ全然。やばい。おもろ、それはね。ヤッホーね、仕切り直すかな。うん、しない、大丈夫、頑張るね。いってて、チケットがないんだよね。チケットがあとちょっとしかなくて、本当に体調いい時にしか、でもね、いいので体調我慢、え、なんか胃を抑えてれば大丈夫。え、もう病院やってないっしょ。痛い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 。ね、今日ねめっちゃ見て、え、いやね、今日ね、今日やんないといけないことがあってですね、みんな見てよこれ、これみんな、みんな見て、なんかさ、いいね、これお誕生日おめでとうって書いてあるんだけど、ちょっと待って、これやばい。500日のさ、ケーキをね買ったんですけど、ね、500日ってつけてくださいって言ったら、500日って書いてくださいって言ったら、なんかお誕生日おめでとうまでついてきちゃった。どうしようね、見て、500日の誕生日なんだけど、はるちゃん、え、生まれて500日って何歳これ。赤ちゃん、待って、赤ちゃんじゃん。え、待って、500日ってな、え、どういうこと、500日、え、1歳半、やばいな、1歳半か。え、私1歳半、やめてよ、ね、やめてくれよ。やばい、バブバブになっちゃってるね。今日もホールケーキ買ってきた。今回はね、前回のホールケーキははる
るちゃん一人で食べたんですよ、家族がいなくて、あの家族みんないなくてね。で今回はあのママちゃんと二人で、ママちゃんがケーキあまり食べない人間ということは、またまたはるちゃんがホールを食べることになります。え、待って、え、ほんとだ、たまちゃん、たまちゃん、タワーありがとう、ありがとう。これタワーっぽい、タワー、え、タワー、四角、ありがとうございますね、皆さんお祝いしてくれてありがとう。結局はるちゃんが食べる前ね、これ5号ぐらいかな、5ぐらい、 5? え、 5? え、わかんない、5か6、5号か6。え、今ねめっちゃ胃が痛くて今やばいんですけど、ちょっと一口だけちょっといただこうかなって、ちょっと全部食べたら本当にやばくなりそう、なんかめっちゃなんか調子悪い今、なんかフォーク用意してもらった、こちらね、こちらいただきたいと思います。では皆さんフォーク持ってきてもらったんで、フォークでいただきたいと思いますよ。いただ、ではそれでは皆さん、え、準備はよろしいでしょうか、皆様、皆さん準備はよろしいでしょうか。それでは皆さんご一緒にいただきます。ついてない、ついてない、待って、ついてない、口しかついてない、うん、今のカットでお願いします。あ、美味しかった。いや、今のちょっとちょっとカットでお願い。普通に普通に今フォーク使いました、フォーク。ありがとうございます、500日。え、このケーキマジ美味しい、これ。え、みんなこれ買った方がいいです、これね、どこかのケーキ屋さんね、めっちゃ美味しいこのクリーム。え、めっちゃね、今言いたいんだけど、うまい、美味しいです。あー、え、はるちも男のか分かんない、美味しい、なんか胃が喜んでる、めっちゃめっちゃ胃喜んでる、これめっちゃ、痛い、胃喜んでる、めっちゃはしゃいでる。ついちゃってた。めっちゃ美味しい、ね、胃の気持ちわかる、なんかめっちゃうるるるるるみたいな、ね、動いてる、めっちゃ。これどこのケーキなんだろう、
美味しい、めっちゃ美味しい。これはね、なんかね、いや、はるちゃんも言ったんだよね、お店の名前わかんない、え、どこだっけね、ごめんマジで、え、行ったんだよ、行った、買いに行ったんだよ、で、ケーキ持って帰ってきた。どこ、伊勢丹です。あ、モンレーブ、いや、予約してない、全然予約してないんですよ、ちょっと生まれて500日。俺も今日伊勢丹行ったの？あ、マジ？じゃあはるちゃんと出会ってる可能性ある。見て、生まれて500日、お誕生日おめでとうって、モンレーブだって。ここのショートケーキ本当に美味しい、え、クリームがめっちゃ美味しい。これはね、1歳半です、みんな甘やかせて。例えばね、今日ね、やばかったの、なんか今日チャット送ろうと思って、あの、早起きしてチャット送ろうと思って開いたら、なんかログインできなくて、えっ、って思って今さっきチャット送ることできた。あ、お誕生日おめでとうって、 ありがとうございます、ね、そう、びっくりして本当に、えって騒ぎまくって、やべやべやべって。あ、いつも自動ログインしてたの、そうしてて、で、同じところ同じページから入ったらなんかできなくて、やべえやべえやべえみたいな、ずっと困ってたら、なんかただ単にメールアドレスとログパスワードが違うやつでログインしちゃってたみたいで、ね、自分のチャットのページに届かなくて、そうそう、それでもう焦ってた、本当に一人で。そう、なんかチャットを送るページじゃなくて、なんだろう、チャットをね見るページになってたんですよ。なんで、させるわけない、無理無理無理、やだ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 、500日おめでとうって、ありがとうね、嬉しい。さんのチャットね登録しようとして、なんか自分の自分のところからね、ログ、あ、そう、それをログインしようと思ったんですよ、登録しようかなって思って、それをなんか失敗したみたい、それでなんか変な風になっちゃったから、ちょっとまだ登録できてないんですよ。勉強しようかなって思ったのに登録できないね、失敗した。なんかまだクレジットも登録してないけどね。500日でお誕生日なら時空歪んでる。確かに。こんばんは。もう少しで15分になる？ありがとうございます。嬉しいですね。今日も可愛いねって、ありがとう。我が家に新車が来ましたか？いいね。はるちゃんさ、モバメの返信さ、なんか、なんかね、減ったんだよ、返信。だからさ、マジで、なんか全員の届いてるかわかんないの、これ。なんかめっちゃ量が減って、なんか、
みたいな。最近減ってるんですよ。どうなんだろうね。なんか明らかになんか届いてない可能性ある。ちなみに毎日送ってるよって言ってくださる方いらっしゃいますか？ちょっと待って、話の途中、ちょっと待って、今確認してみていい？なんかめっちゃね、一つのメールに何人くらいだっけな、なんかね本当にね数えきれるぐらいの人数しかいないの。昨日のメールに返信したよっていう方、待って、これいなくなってるかもしれない。こんばんは、こんばんはです。返信のラグですか？そんなにないんだよ。ラグないよ絶対。すぐ見れるんだよ結構。500日、あ、カッパチューン、タワーありがとう、ありがとうございますね。俺のですか？ちょっと待って、これね名前で検索できるんですよね名前で検索できる。ねえ、なんていう名前で送ってんのこれみんな。返信してる？待って、来てないよ絶対。返信してるでしょ、はるちゃんさん待って、1月28日から来てないんだけど。待って、そういうことある？待って、今何月何日？いない人いるんだけど、マジ？これガチなの？これガチ？ね、いない人いる。嘘、そんなバナナ明らかに絶対違うよね。ラグよりも、どこもですか昨日のお休みメール、返信した？いないよ。マジでいない。おやすみなさい。だってさ、昨日のお休みなさいさ、4人しか返信来ないもん。めっちゃね、なんかめっちゃ人数減ってね。めっちゃ人数減ってね、なんかだんだんとね減ってきて、なんかいっぱいいたのになんか4人しかいない。うざびとありがとうね。ゴールデンカムイ見に行ってきたの。いいね。返信ね24時間は見れないんだよね。いや、夜中に送られてきてもあれなんだよね、普通に見れます。私全然、はるちゃんが10時まで見れないっていうだけで、10時以降見れないっていうだけでね、ね、なんか今送りましたって言ってる方みんな届いてないんだけど。待って、今日の朝に送ってる？待って、はるちゃんがダメ？今日の朝、今日、待って、はるちゃんがダメなの？これ、待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ待って、今日、なんでだ？みんなどこ行ったの？おーい、なんか返信消えたんだけど。待って、今返信届いた。待って、返信見れてるよで、この間そう届いてた。ともじいちゅん、タワーありがとう、ありがとうございますね。今返信届いたんだけど、来たよ届いてるってこれは見れた。マジ、こん
回届いてない全然。返信って結構すぐ見れるんだこれ。今返信した？ちょっと待って。ありがとうです、ありがとうみんな500日お祝いしてくれて、ね、なんか明らかに人数さ減ったんですよ、めっちゃ悲しいことに、ね、びっくりした。そしたらまさかのドコモ、ドコ、あ、私のファンの方ってドコモの方多いんですかこれ。ちょっと待って。あ、ありがとう。返信どんどん届いてる。返信どんどん届いてる。でも名前言えないのがちょっとね。ありがとう。500日おめでとうってありがとう。ここでここで言われた。ありがとうございます。ね、そんな、え、これってさどうやったら解消されるんだろう。まだなのかな。ね、まだダメそうなのかな。ドコモから返信してみました。ね、え、返信してくれてるのみんなって。はーちゅん寂しいなって思ったんだけど、え、待って待って、年齢カミングアウトしてくれてんの。え、ちょっと待って、それは見たいね、ちょっと待ってくれ、それは見してくれ。ね、え、どこで見れるのその返信って。え、なんだろうね、なんでだろう、何がダメなんだろう。届いてない、え、待って、ね、今コメント 1,2,3,4 今コメントしてくださってる4人の方、あの上から4人の方、あの全然返信届いてない。待って、最近返信届いてないかもこれ。待って、まだまだ届いてないのかな、まだ、待ってくれ。え、そんなことある。え、どこもみんなみんなどこもですか。え、いや28からじゃないんだよ全然。え、28じゃない、え、何がダメなのかな。いや2月も来てるよ、2月も。え、私急に来なくなったね、解消されたら一気に来るのかな。なんかみんな送ったよって言ってくれたじゃん返信、あのもう止まっちゃった、2人で止まっちゃった、あれあれ2人で止まっちゃった、やばい。え、なんだろうこれ。え、メールは見れてるよね、そうだよね、うん、なるほど。あら、私メール一気にみんな見なくなったのかと思った。え、みんな読まなくなっちゃったのかと思っちゃった。え、でもある人はある、え、なんかね、みんな日によってバラバラなんだけど、なんでだろうこれ。あ、ちょ、2月入ってからなんだけど、2月
2月何日ぐらいからかな、なんか全部が全部じゃないのよ。え、私なんか最初の方さ、返信が届かないって聞いて、先輩方が、だから、あ、3期大丈夫なのかなって思ったら、まさか私私今来た、なん、自己紹介の返信ですか。いや、自己紹介の返信ね、全然ね、突っ込んでくれてないんだよ、みんな。多分それも全然届いてないんだろうね。ね、自己紹介、はるちゃんなんか全然突っ込んでくれなくて、了解とかしか来なかった、ね、了解了解了解とかね。ね、じゃあちょっと私もスタッフさんに聞いてみようかな。スタッフさん見れてんのかな、これって。自己紹介の返信しっかり真面目に書いた？え、それ読めてないかもしれない。やだ、見してみんな、みんな見して、みんなの返信見たいんだけど。はじめましてって言われてる、自己紹介の返信やばおもろ自己紹介見れてないかも、それ。なにこれ、急に。ちょっと聞いてみようね、ちょっと原因聞いてみるね。焦ってたら胃の調子良くなってきた、ケーキ食べて胃の調子良くなってきたかも、胃が。うん、返信って送られてきた時間で順番に来てる、だからそのメールごとじゃなくて普通に時間で来てるから、うん、ランダムだけど、でも何のメールに返信されたかは見れてるね。完全に治ったら2月からまとめてまた送るねって、ありがとう、嬉しいね、見たいのでぜひよろしくお願いしますね、治ればいいな早く。こんばんは、目覚めてありがとう。配信500日になって嬉しい、嬉しいですね、嬉しい嬉しい。なんかはるちゃんね、全然ね、継続力がないので今までの人生で継続力、あんまり継続したことはなくてね、こういうね、こういうやつだけだけどね、だからめっちゃ嬉しいですね、継続できて。パーティー公演は行く予定、ありがとうね。さっちゃん返信できないとラブラブできないよって、確かにね、ラブラブしたいって言ったのに。あ、再送信してくれた、ありがとう。確かに、怖い怖い、ありがとう。え、待って、なんかここ痛い、ここいいか、新着順に届くの。そう、うざびた、ありがとう。件名全然いじってもね、件名でいつも笑ってます件名なんか変えてくださってる方とか、変えてない方いるんですけど、なんかたまに面白い件名がいてね、とても面白いなって思って笑ってますね。件名は変えても変えてなくてもね、なんか何のメールに返信したかとか意外と分かるんでね、どちらでも OK なんです。
こんばんは。やればできる子。そうか。うざびた、ありがとね。これは届いてるって入れて送ってみた。ちょっと待って、意外とね、はーちゃんの携帯の読み込みが遅いのかな。これめっちゃ、あ、届いてる届いてる。キーワード来たんだけど、キーワード麻婆麺って。あ、ありがとうございます。500日連続配信おめでとうって。配信の雰囲気大好き。配信見ながら返信で回答会話するの面白いかも。これケンメイいつも自分の名前にしとるって。あ、ね、ありがとうね。全然あ、また来た、また痛くなる。え、これ山だ、山、山、川、違う、山だよ。こういう山、こういう痛くなったり痛くなくなったり。そう、返信順に見れてます、ね、全然懸命に関係なく。今の OK が可愛くて今日寝れないって。え、寝て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 、あ、波だった、これ波だった。え、もうちょっとごめん、今のはちょっと違かった。山だと思った、波だ、谷だった。早起き配信何日くらいだろうって。500日くらい、に500日のうちですか。でもね、500日でもあの毎日配信、なんだろうね、朝と夜やってた時期があって、最初の方高校生の時ね。そう、朝配信と夜配信を2回ずつやってた時があって、だからね結構ね朝配信やってる。7時の女です、はるちゃん。ね、150日とかしてるんじゃないかな、今までで合わせたら、合わせたら、ね、だから配信の回数なんか、え、何回やってんの、はるちゃんって。何回なんだろうね、どのくらいやってるんだろう自分が。こんばんは。モチベですか、返信のモチベ。ごめん、ちょっとね、あの他のあのちょっとスタッフさんとかに聞いてみよう。先輩もの、あの、じゃあさ、メン、あ、同期もそうなのかな。ね、何かあれば X で聞かせてください。私、あの、探しに行くわ。酔っ払いながら返信するのが日課なの？なんで？でもありがとう、返信してくれて。かわいこ発見ありがとう。新車来たからドライブ行こうなって。え、行こうね、ドライブいいね、ドライブ行きたい。ね、車かっこいいの、はるちゃんちょっと新車好きなんだよね意外と。ね、ブザー見た、ありがとう。こんばんは。ね、高校生懐かしい JK って。え、まだね1年経ってないよね、まだ JK 終わって1年経ってないよ。500日おめでとうって、ありがとう。500日、500ちゃんおめでとう、ありがとうね。今日千葉県と
撮ったの。ありがとう。今どこにいるの？千葉県撮ったって、どういうこと？ありがとうね、本当に嬉しい。ユンキンのも届いてなかったら、あ、確かにユンキン、あ、そうじゃん。そうなのかな。確かに困るね。困った。あ、トムちゃん好きってありがとう。ありがくま、くまありがとうございます。ね、返信なんか届かなくなっちゃった、ね、泣くぞってごめんね。こんばんは。届かなくても返信するねってありがとうね。いつか届くと思うのでね、届いたら言うね。急にババババババンって来るのかな、これってね。急に来そうじゃない、なんか。わおみたいな。でもはるちゃん車好きだから、何でも。はるちゃんね、全然わかんないから車ね、乗れれば嬉しい。あ、それも返信してくれたのね。届いてなくてって、あ。こんばんはね。755ってはるちゃんさ、昔ね、昔ね入れたことあって、なんかメンバーの755見たくて入れたことあって、で使い方わかんなくてすぐね消しちゃったんだよね、アカウント消去しちゃって。だから755の使い方わかんないんだよね、はるちゃん機械落ちすぎて。可愛い子発見ありがとうね。ね、また送られてきたら教えます。可愛い子発見ありがとうね。がっつり来るかな。やばいね、1万件来るかな急に。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。返信届かなくても愛が届けばなんてなって。でもそれは届いてない。500日おめでとう意味を込めて、三社神社、これ三社神社参拝してきてくれたの。え、ありがとうね。今日はね、メンバー、キモ、ルアが何日前、2日前ぐらい、3日前前かで、木本が昨日で、で今日はるちゃんというね、1日ずつちょっとずれちゃってるんですけど、500日ね、1周年おめでとうってできた3人がね、ね、500日超えられてとても嬉しいですね。ありがとうございます、本当に皆さんのおかげです。これはね、はるか大好きだよってありがとう。送ったメールが届くようにならないようなら教えてって。分かったね、どうなんだろう、ね、これは先輩方どうしてるんだろう。これよかった、あ、よかったです、届いてってね、届いてますね、届いてますね。なのでこれからも応援してください。昨日送ったメールは、昨日はちょっと待って、あ、ちょ、それじゃない、はるちゃんは
どこですか、はるちゃんのメール。多分2です。2、え、いや、 1じゃない、いや2だ、2でしたね。そういえばはるちゃんね、今日告知しないといけないんだよ。明日までです、バレンタインのグッズ。今日メールでちょっと明日までだよって言わないといけない生写真もだっけ、ちょっと待って、だったっけ、最近メールで告白したの、え、それも見れてないかも。ちょっとの届きました、今ので。テレパシーで送信してください、ぜひ。いつも配信ありがとうねって、元気もらってるよって、ありがとう。私こそ元気もらってます。ラッスンゴレライ、え、え、なんてって、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってで、そう、ゆめさんのメール、そうそうそう、グッズバッチリ頼んだよって、ありがとう。あ、ね、メールね、メールね、4期の、4期ちゃんのね、はるちゃんもね、メール届いてるね、すごい嬉しいですね。2月24日ですか、パーティー公演。あ、申し込んでくれるの、ありがとう、嬉しい。メールがちゃんと届いてる気がする。たまにね、なんかね、メール止まってて、検閲ね、なんかメール止まったりじゃないな、メール止まってて、うん、なんかたまになんかバグってメール送れない時はあるんですけど、まあ送れる時は送れてますね。テレパシー送ったよって、あれ、バレンタイングッズ早々に申し込んだって、ありがとうね、嬉しい。メールの通知すごいよね、はるちゃん。朝起きたらもうみんなからメール来てるね、ほぼみんなからありがとうねって、ありがとうございますって、朝がすごい楽しみです。4期生のメールに返信ですか、はるちゃんしないね、ね、しないよはるちゃん。しかもね、あのはるちゃんってバレないように、あの姉ちゃん の名前で登録してる私ってバレないようにというかね、だから登録ってバレるか分かんない、全然分かんないけどね、ちょっと、いや、バレないと思うんだよ、バレないけど、あのそう、アイちゃんの名前で登録してるので、そう、こんばんは。バレンタインの生写真可愛いってありがとう、嬉しい。メールね、めっちゃ来るね、ありがたいことに。いちご、いただきます。うん、あ、おいしいやつだ。え、おいしい、これめっちゃ。はるちゃんへのメールの返信が楽しみの一つで、ありがとう、嬉しい。はるちゃんも読むのね、楽しいですからね。こんばんは。痛いの治ってないんだよね、なんかめっちゃね、押されてる、胃、多分寝たら治る、寝ます、もうすぐに。ちょっと今日はちょっと厳しいっていうことでもありがとう、今日お祝いしに来てくれて。
アイちゃんの名前で返信することになるね。確かにケーキ必要分だけ切り分けたらって。もうそのまま食べちゃった、どうしよう。でもなんかこのままでも良さそう。はい、いちごってストロベリーですね。なんや、夜ご飯食べた。夜ご飯、いやあれ夜ご飯なの、昼夜兼用みたいなね。食べたね、めっちゃね今ここが本当に痛い。なんだろう、なんか胃がびっくりしてんのかな、こうこうやって「おっ」ってなんか押してきてる。お、ありがとうサリオちゃん、500日タワーありがとう、ありがとう、嬉しい。これ本当にタワーなのかな。タワーありがとうございます。でもタワーなのかなこれ。でもそうなのかな、そうだよね、フラワースタンド、うんね。しかも背景をね、いつも楽しみにしてますって、おめでとうございますファン一同とか、これからもよろしくねってとかね、いろんなことを書いてくれてる。コングラシュラションズ、なんだろうこれ、コングラションズ、あ、おめでとうっていうこと？毎日幸せありがとうなんて、ありがとう、こちらこそだよ、可愛い子発見ありがとう。この前フランボワーズさんでもっちりいちごクレープ頼んで、いちご抜いてくださいってお願いした。え、どういうこと、いちごクレープ頼んでいちご抜いてくださいって言ったの。え、これが、え、ネタですかこれって。フランボワーズさん行ったの、マスターのチキン食べたの、いいな、羨ましい、可愛い子発見ありがとう、コングラチュレーション、コングラチュレーション、あ、あ、うわー、あとちょっとで当たってたのにな。なんかケーキのいちごを切り取られた。いちごいちごストロベリーストロベリーいちごストロベリー。なんかママちゃんにケーキのいちご取られた。ケーキのイチゴあと4つになっちゃった、中にも入ってるけど。あ、イチゴ苦手だったんだ、そういうこと、あ、そういうことね、バナナに変更できるの。マスタードチキンもロゾもまだいけてなくてキビーって、ねえ、でもマス、うん、ね、いつか食べよう、ローソンもいつか行こう。終わってるかな期間。いちご鼻につけれないね、これ。これつけれたらもう革命的よ。これどうやってつけるねんて。ね。夏い。懐かしい、本当に。はるちゅん。はるちゅんのいちごネタ、1年前のやつ。ね。赤ちゃんおめでとうってありがとう、嬉しい。そんないちごいちご言われたら可愛くてやっぱり寝れないって。寝てね、ね、
はるちゃんも今日寝るからみんなで一緒にぐっすりお眠りしましょう。いちご姫なのかな。いや、わかんない。え、何のいちごだろう。聞けばよかったかな。かわいこ発見ありがとうね。いちごの甘い懐かしい。まおちゃん、ケーキの上のいちごなら食べれるのって。あ、食べれますね。ケーキがね、あまり食べれないだけです。食べるんだけどそんな量食べないっていうこと。生クリームがあんまりみたいな。あのいちごの時カフェで思いっきり流してしまってたなーってね、みんなありがとうね、本当に。ね、カフェで流しちゃったんだ。響いたっていうことかな。かわいく発見ありがとう。またおしゃべり会でいちごの舞をしたいって。あ、ね、いいね。ね、次のおしゃべり会楽しみだね。いつ一緒にやる。え、一緒にやる、一緒にやる。ね、いつなんだろう。まおちゃんにはいちごをプレゼントしたいって。え、いいな。まおちゃんめっちゃいちご大好きだよ多分ね。いちご大好きですよ。まおちゃん、はるちゃんもいちご好き、パパちゃんもいちご好き。え、待って、あ、いいじゃん。いちご名前チャットにさ送ればいいのか。え、いちごちょっと恥ずかしいな。なんか配信だからできるっていうのもあるけど、まあまあ、なんかちょっと気が向いたらね、かわいい美獣の時にやっとくわ。今日はちょっとね可愛くないんでね、あのいつもよりちょっと目がむくんでるからちょっと嫌だから、ちょっと美獣いい時にやるわ。あとメイク、メイクね。あとね、今日はいい夢見れますようにってね。はちゃん最近夢見てないの。3日連続夢見てなくて本当にぐっすり眠れてます。最近いい、いい感じ。爆睡ウィークになってる。ママなんか夢見たことない。本当？そんなことない。多分忘れてるだけだ。なんだろう。何はいろんなキャラクターいますよね。なんだろう。かわいこ発見ありがとう。これなんだろう。雪いちご娘。これなんだろう。これコンビニのあれじゃない。雪見大福じゃない。あ、雪見大福。え、そうなのかな。なんだろうそれは。なんか元まで見たことあるよね。木むくときあります。多分ワイもいちご好きになるしかって。でもね、でもはるちゃんもね、あのみんなが好きなもの嫌いなものあるから、みんなが好きなものを嫌いっていうものがあるから、苦手っていうものあるから、人ってあの好き嫌いあるからね。あのそんなね無理しないで、あの好きなもの食べる、あの好きなものだけ食べた方がいいですよ本当にね。みんなそうですよ。私が好きだからじゃなくて、みんながあの自分が大好きなものだけ食べて生きた方がいいと思います。はるちゃんはそう思うね。推しが好きだからって頑張って食べようと思ったんだけど、私無理でしたごめんあのそうなんです。私がそうだったね、推しが大好きなやつを私はあのなんかちょっと食べれなくて、それでちょっとね、ああみたいになっちゃったからね。その気持ちわかるんだよね、はるちゃん。あ、ファンの方は嫌いなんないですそんな私がさ、ね私嫌い私がさ、これさ、あのこれ食べれないから嫌いなんてそう言わない。そんなはるちゃんも好き嫌いいっぱいあるからね。
ね、だからそんなこと言わないです、嫌いにならないです、全然、ね、人間誰しも苦手なものあるんですからね、好きなものだけ食べて、ね、立派に成長しような、みんなお前だよ立派に成長しような、お前だやばい、みんなみんな突っ込む、誰やねんってね、みんなみんなさ、みんなさ拍手してくれてんのにさ、いいねってで最後最後の最後で誰やねんってじゃあボケてるわけじゃない、ね、そうですよ、ね、はるちゃんはねそんな簡単に、ね、食べ物だけで嫌いにならないですから、ね、苦手なものがあってもはるちゃんは好きだからね、もしはるちゃんのね嫌なことをやってくるんだったら、まあ、嫌になるけど、今日のビジュかわいいって、ありがとう、嬉しいな、ね、ちょっとコメントの流れが早かった今、ね、なのであのみんなは、ね、はるちゃんがもし好きなものが、もし苦手でしたらはるちゃんにください、ね、え、これしてって言われた、え、懐かしい、懐かしくはないか、カエル、もうビジュ悪い、大丈夫、こっちなの平気、もうビジュ悪くなっちゃってる、ケーキ、これでケーキ持ってってやれた、はい、これで大丈夫、あ、ボール、ボールあるけどちょっと待って、これちょっとボール、ちょっと待って、え、あ、ケーキにしよう、先にケーキのビジュが悪い、これ見て、お誕生日おめでとう、やばいね、これ生誕祭のやつ食べる前に見える、えー、嬉しい、見て、じゃあ裏見せるね、じゃあ食べました食べめっちゃこれ綺麗に食べてる、食べました、ありがとうね、みんな体調ね、ちょっと胃が痛い、めっちゃ、みんなありがとう、本当に500日あー、それの裏側、いやね、裏側も何も、何これ、これさね、裏側じゃない、ね、裏側じゃない、え、これ楽しいんだよね、これありがとう、これすごいいい提案、ナイスナイスナイス、ありがとうございます、本当に、ね、小顔に見えた、さらに、いや、ありがとう、ね、ケーキね、全然減らないの、ちょっとなぜならちょっと胃がまだ、新潟駅に置いてきます、新潟駅に置いときますって、ママチュンが成長なんです、ね、痛い、本当にめっちゃお腹が、お腹が、胃が痛い、え、なんかね、なんだろうね、これ
胃が多分びっくりしてんだと思うけどね。早く治ればいいな。それ胃腸炎だよ。え、これ胃腸炎？え、違うよ。はるちゃん胃腸炎の時もうちょっとあれだった。ギューってくる。ギューってくる。胃腸炎の時もうちょっと違かったな。覚えてないけど。今取りに行けないです。でも胃腸炎うつっちゃうよこれだね。違う。胃腸炎じゃないこれ。胃腸炎の痛さじゃないこれは。腸炎って映るんだね、うん、最初ハロウィンのかぼちゃかと思ったって。えそれなんだ胃薬飲んだんだよこれでも1時間前ぐらい。いやそんなことないか。可愛くて美人で最高ありがとう。みんなで食べに行こうって。あねケーキね食べに来てほしい。マジでマジで食べに来てほしい。痛いの痛いの飛んでいけって飛んでいきました。これ飛んでいっちゃったで胃が500日配信あ500日配信を お祝いしてくれてんのかな。ケーキもっと食えば治るかもってねこれ胃なのかね腸なのかわかんない。なんかね痛いのよ。なんか真ん中あたりどこが痛いのかは詳しくは分かんない。でも真ん中あたりが痛い。一兆円欲しいってえねそれなねそれ多分みんな思ってる一兆円それがあったらはるちゃんパソコン買います。一兆円あったらいいな。一兆円持ってる方いらっしゃいますか。えぜひはるちゃんにください。で1兆円ってどのぐらいの額なの。1兆100万10万100万1000万1億10億100億1000億1兆。えこれえ本当にこんな額あるんですかこれ。ええすごえなんか会社のお金みたい。え会社のお金ってこんなにあるのかな。ハイチュウね胃弱くないね全然強い方だったんだね。温かい飲み物ちょっと飲みます。寝れば治るかな。さっきね配信前に20分だけ寝てたんだよね。なんか痛すぎて寝転がってた。あっって寝てまあそんな寝てないか。こんばんは。胃腸炎、あ、そうだね、胃腸炎かかったって言ってたね。ね、大丈夫でした？それは。ね、ストレス？ストレス？あ、じゃあストレスかな、これ。いや、違うね、絶対違う。え、食中毒？いや、違うか、それも違うか。それ違うか。なんだろうね、これ。ね、明日治ったらいいな。寝よう、早く。早く寝ちゃおう。はるちゃん、今日魚食べてなくない？はるちゃん魚食べてないからアニサキスないよ絶対。今日ツヤいい鼻。え多分ね照明上明かりが今日めっちゃ綺麗。じゃあツヤ出るのかな多分。遠いのでケーキは上野駅に置いてくれませんか。あちょっと難しい今から行けない。だからもうないですね。子ども銀行ならあ1兆円ありそう。南川町建てるのにちょっと足りないくらいって確かに。南川家の南川町ね意外とお金かかったんですよ ね。1兆じゃちょっと足りないかもね。欲しい。だってあれじゃん好きなこと何でもできるじゃんあの仕事をしなくてもね、使い切れないかな。そんな子うざびとありがとうね。可愛くて美人で最高ありがとう。足つぼですか。だって足つぼで
緩和されるって。そう、今日500回配信なんです。今日も可愛いぞってありがとうね。大谷選手の年収で87億超えですか。1兆やばくないこれ。え、てか大谷選手そんなにもらえてたんですか。ちょっと1億円分けてほしい。まあ冗談ですね。こんばんはね、飲む、ね、胃に優しいものを食べとく。でももうお腹空いてないからね、全然明日寝たら治るかも。一丁あったら体育館のバスケットゴールが1万個買えるの。いらない。あ、10万じゃん。10万個買えるらしいって。そんなんいらんね。ね、一丁やってもね、アイドルやめないですね。あの、なんだろう、他のなんて言うんだろうね、あのやりたいことだけできるっていうことじゃないですかね。だから好きなもの何でも買えるしね。こんばんは。1兆円と1兆円かけたの分かったよね。それなんか分かった。おめでとうはるちゃんと、ありがとう。確かに税金か。え、1億もらったら税金ってどのぐらいはなんですかね。解雇発見ありがとう。ちょっと無理だな。ね、贅沢を言わないから100万くれないかなって思うって。贅沢まあ贅沢言わない。うん、そうだよね。ね、確かにハルチも欲しい。でもらえるものがあればもらいたい。可愛くて美人で成功ありがとう。500日配信おめでとうございますって、ありがとう。お疲れ様ですって、ありがとうございます。ね、元気になったら。ちょっとね、今日ちょっと厳しかったね、ごめんね。お歌歌う。税金1億の半分なの？やばい。なるほど。ね。明日もね、明日も配信しますよ。全然。ね、元気だったら。胃が元気になってくれたら配信します。全然はるちゃんまだなんかね、まだね、あのまだね、あの続ける気はある。まだ暇なんで、全然続ける気はあるのでね、あの体調が良ければ毎日配信は続けますね、良ければ。100万あれば劇場に30回行けるの？あ、そうなの？ね、今日ね、いや頑張ってない、全然。私は頑張ってない、胃が頑張ってくれてる。ね、早く良くなってくれたら嬉しいですね、これ。ね。大金持ちになった時の何が破れないって、なんだろう。
ラッパのマークの薬セイロガン。あー了解です。宝くじに税金かからないの？宝くじ当てたくなってきた明日治ればね、夜やります。夜配信、うん、明日は夜ですね。ね、おーいいおーいいみたいなね、まだまだやりますね。ふうってお風呂で温まりますね。お腹治るかも。治ったら嬉しいね。ハイチュンの胃腸ね、えらいね、みんな多分当てたいでしょう。3万あれば FM 新潟に CM 流せるの？え、そう？え、すごい。明日はエスタですね、月曜なので。そう、9時から。そう、かわいい子発見ありがとうね。女子バスケ、あーね、女子バスケあるよね。そういえば明日ね、見れたら見たいですね。かわいい子発見ありがとう。宝くじってプレゼントできるんかなって宝くじね、プレゼントどうなんですかね。できなそうじゃないですかこれだって宝くじ紙だけどさ、まあ当たる当たったら当たるやつをくれるってことですかこれ。当たったやつを、それともあれなんですか。ね、あ、今日だっけ、今日日曜日、やば。え、はっちゃんさ、今さ、今日ね水曜日みたい感覚、やばい。今日日曜なんだね。宝くじって新潟駅に置いとくしかないか、多分どっか飛んでいっちゃう。年賀状が唯一プレゼントできる金券って、え、年賀状確かにね、確かにあそこでしょ資格の番号あるよね。まあ新聞とかね、それで調べて当たったら嬉しいな的なあれ、はるちゃんね、今まで年賀状もらってきたりしたけど、一回もねそんな調べたことなかったね。いや、当たった方いるのかな、年賀状で。見てない、全然見たことないかもね。こんばんは。1億どころか1000円も当たったことないの、宝くじ。はるちゃんね、宝くじやったことない。サンサンサンデーだったね、もっちゃない。明日振り返り休日だよね。そう、世間は3連休ね。新潟駅に置いたら自分が回収しますって、あ、取られちゃう、はるちゃんの。切手シートしか当たらんて。あ、そういうのあるんだ。切手シートってなんだろう。あれ、それもあるんだ。はちゃん、おめでとうって、ありがとう、嬉しいね。年賀はがき外れたの、かわいこはっけありがとうね。お菓子ギフトセットだったらかな、当たった。切
手シートは当たってますって、あ、めっちゃ当たってるね切手シート。皆さん明日仕事なの？あ、頑張ってんのお仕事。宝くじはいらないから15番だけ当てさせてってえ、どうする次15番、あ、15番ずっと狙ってるの、ありがとう。え、じゃあ今日やっといてあげる。あ、15番当たれ、ね、当たってくれね、みんな公園来れるように当たってくれね、当選祈願しとく。切手シート当たっても今時切手貼って手紙出さないからなって。確かにあんまり切手使わないかもしれない。あ、やばい、めっちゃ胃がもうダメかも。はるちゅん、もう胃がもうやばいね。あとちょっとで配信ごめんね、終わらせます。でも16分か、え、もう10時過ぎてんじゃん。あ、マジか。あ、17分になったね。ちょっと調子悪いかも、胃が怒ってる。いや、多分喜んでる。いや、うん、楽しんでる。あ、年賀状届いたの？福袋で。え、こちらこそありがとう。あ、年賀状送るようになるんだ。え、はるちゃんも送りたい。え、なんかメンバーの家の住所教えてもらおうかな。はるちゃん、なんか友達にも送るのありかもね。ね、ちょっとメンバーとか住所教えてもらって、ちょっと届け、うん、来年年賀状。送っちゃおうか。めっちゃ今やばい、なにこれ、めっちゃ痛い。え、なんだろうこれは。赤ちゃんのいない公園で15番引きそう、まあ、そしたらまあそれは楽しんで。72番が一番好きなの。72ってどこら辺、4列目あたり、え、どこら辺なんだろう。この辺の3列目あたり、え、どこだろうな。頼むってね、みんな来てね、ありがとうハリちゃんってね。私は15番で見つめ合いたいって、いいね。形状の応募くらいかなってが当たるの。あ、そうなの。でも当たるのすごいな。ふざびた、ありがとう。これ、あ、1ヶ月ぶりの配信なる、あ、配信じゃない、公演なるやから、これで落選ならワイの演技もやばいって。多分それもそうかも。あー、そうなん、え、切手使うんだ。ね、1時間以上よく頑張ったって。え、みんなも1時間以上来てくれてありがとう、本当にね。明日からもよろしくね。やだやだな、ね、胃を大事にって、ありがとうね。明けおめライン、明けおめね、はるちゃんもラインで済ますしちゃう。痛い、胃が。え、これ次何日祝いなんだろうこれ次。え、わかんない、何日だろうこれって。千、次って。確かに住所教えてって言ったら不審がられそう。はるちゃんも粉の胃薬あんまり好きじゃない。粉がちょっと嫌だ、錠剤が。9人だと NGT48 の時場所変わるかどうかも気になるって。確かに、はっちゃんね、10人の時場所変わって、そう、みんな場所変わってて、結構意外と。そうなんですよね、9人か。え、次どうなんだろう、わかんない。
はるちゃんまだ知らないまだわかんないですね。変わるの、変わるんじゃないでしょうか。こんばんは。でも四方八方行きたいよね、いろんなところ。かわいこ明けありがとうね。かわいい、アニサキス気をつけてねって。あんまり魚食べないけど、まあ気をつけます、ありがとう。はるちゃんの配信楽しいよって、ありがとう、嬉しいね。明日元気に配信するのでね、ぜひ来てくださいね。配信続けられますよって言って、ありがとうね。次2年なのかな。あ、確かに、え、そうなのかな。次600日、分かった、じゃあ頑張ります、ね、真逆だったね、場所。そうそうなんですよ、そうなんです。めっちゃなんかね、覚えるの大変だ。あ、大変ではないかね、すぐ覚えたわね。そうですね、真逆だったけど大丈夫でした。いろんなね、あの青空とかもいろいろなんか立ち位置違くて、めっちゃ胃になってる、やばい、今すごい胃が活発になってきた今度なんか痛いとプラスをなんか胃が鳴ってる、胃なのかな、お腹めっちゃ鳴ってる、なんか活発。ハイチュウなんかすごい今日ね、お疲れ様ですって、ありがとうね。確かにハイチュウ1000日まで待てないかも。ハイチュウも待てないね。いや、お腹空いてない全然。あ、ね、配給の映画公開だね、来週、今週、そうだね、今週ね、見たい、見に行きたい。可愛い子発見ありがとう。朝起きたらケロッと治ってるよね、絶対そう思います。ハルチュンもね、空腹で痛いっていうわけじゃない、もうご飯食べた、なんか急にだよ、急に寒いからね。ちょっとね、今日はちょっとこれで終わらせたいと思います。ありがとうね、来てくれて。俺に移していいよって、先生移さないから、はるちゃん寝て自力で直します。ありがとう、来てくれて本当にね。言い直してくる、明日までに。激辛カレーもそんな食べてないけどな。ありがとう、教えてくれて、また来てね。じゃあちょっとランキングいきます。13位からいきます。13位ギバチュン、ありがとうございます。12位マルチュンチュンチュン、ありがとうございます。11位アツコチュン、ありがとうございます。10位ヨシチュン、ありがとうございます。9位リエチャンズチュン、ありがとうございます。8位ビールボラチュン、ありがとうございます。7位リョチュン、ありがとうございます。6位タカピロチュン、ありがとうございます。5位境のマシイチチュン、ありがとうございます。4位カッパチュン、ありがとうございます。3位サリョチュン、ありがとうございます。2位トモジーシャリゾーチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルトムチュンです、ありがとうございます。ありがとう、来てくれてありがとうございます。また明日からもね、配信続けていこうと思うので、ぜひまた会おうね。ありがとうね、来てくれて、また明日ね、ね、いい夢見てね、ありがとうね。あ、返信続けてくれるの、ありがとう、嬉しい、待ってますね、ありがとう。お大事にいって、ありがとう。あー、嘘、ケンジちゃん大好きって、大好きいっぱい、ありがとう。これでタワーなんだ、ありがとうございます、ありがとうね、本当にね、皆さんたくさんのギフトありがとうございます、コメントもありがとう。またね、おやすみなさい、お疲れ様って、ありがとう、また来てねみんな、またね、ありがとう、またね、バイバーイ、ありがとうね。